どうも、ショートホークです。ピアニシマです。お願いします。お願いします。だいぶタール数が違う二人でやってますけれども。ピアニシモってタールなんぼなんやろな。もう1とかちゃう。ピアニシモ美味しいねんけどな。そういうことないやろ。やったんよ。ピアニッシモ。バイト先とかでさ、うん、女の子のバイトの子にちょっと一本ちょうだいって言ったら、ピアニッシモのこととかあった。へぇー。意外ってやっぱね、もらうタバコってね、一番うまいんだよ。あ、まあ、それ乗っかってんじゃん、一個。あ、それあるかもね。うん、じゃあ、ピアニッシモ吸ってる人ってみんなもらいタバコなのかな。はい？ピアニッシモ吸ってる人はみんなもらいタバコなんかもな。最初。入りは。あ、もらいタバコからスタートして。もらいタバコって絶対ピアニッシモ。いや、だからその、ピアニッシモをたまたまもらった時があって、うん、あ、私もピアニッシモにしてみよう、が広がっていた。じゃあ、一番最初の人誰やってなるやん。カリスマ的なやつじゃないとこんなに広がれへん。っていうかさ、もらいタバコをした人しか始められへんというルールやとしてな。ごめん、ちょっともう一回。もらいタバコを一回でも しないと買えない。うん、そういうルールやとしてな。ルールでね。あの、初めに自分でコンビニ行って、一箱目自分で買うっていうのはダメ。うん、ダメ。ということは、一番最初のピアニッシモ誰やって話になるやん。はい、それは人類の始まりと一緒よ。それはもう分かりません。お願いします。何喋ることなさすぎてテンションで乗り切ろうとしてる。男女がいて子供が生まれる。子供が生まれる、そういうルールや。そう、ルールやな。じゃあ一番最初の一人目どうなったの。どうなったよ。これピアニッシモと一緒よ。えぐいち。すみません、よろしくお願いします。取り出しました。この前ね、うん、フットサルの仕事行ってる。ああ、行ったね。フットサル、よかったね。ちょっと覚えてるか分からんけど、名古屋オーシャンズに、うん、ハーフの方の金髪の方。ああ、めっちゃ怖い人な。めっちゃいかつい。覚えてます？でっかい。めっちゃ強かったね。はい。めちゃめちゃ上手い人。でね、僕らがその仕事行って、正直かっこよかったよ、なんか。まあ、みんなかっこ、俺にはできへんことをみんなやってるからさ。まあ、もちろん、俺に、そんなとこで評価するより、普通にかっこよかったよ。いや、かっこいい。でね、うん、僕F リーグの今日仕事行ってきました。うん、フットサル最高みたいな。ツイートしまして。リツイートしよう。その選手が。その選手が。すごっ。で、ほんで、フォローさせてもらって。うん。で、フォローも書いて。嬉しいやん。平田選手。でね。平田選手って。平田選手。で、結構調べました。あ、平田選手について。のこと。じゃあね、あの頃抱いた、すごい怖い人やという感じはもう、一切どこにもなかった。マジで？やっぱスポーツ選手の試合中のあの闘争神経の時、あれえぐいな。人変わるなよ。あの時のだけのスイッチなんや。そう。いや、普段はもう野菜とか作ってる。野菜作ってるそのなんか、食わないちょっと。いいえ。規模にもよるけど。野菜っていうのがね、ちょっとあれやけど。別に果物とか食べそう。果物。うん。さくらんぼとか。そう。だからね、缶詰にね、例えば。実は繋がってないから、これ。めっちゃいい人やったんじゃ。だからね、ちょっとフォローさせていただきました。DM とかは？いや、さす、おこがましない、若干。怖いわ、でも。なかったよ。いや、じゃあ、やっぱ試合見てたら、やっぱ怖い。怪我しそう。え？フットサルの印象今。いや。フットサル見てたんですけど、やっぱりこう、体育館の床でさ、ニス塗ったテカテカの。うん。全員が思い出あるやんか、やっぱ、やけどした。キュッてやつね。キュッてやつ。んな、平気でスライディングしたりするから。いや、まあ。キュッ、キュッ、キュッ。いや、キュッて鳴らすためにやってるわけ。言ってなかったよ、誰も。俺が鳴ってた。想像して。しかもさ、キュッて鳴る怪我ってさ、一瞬何も鳴ってないかなっていう表面に。表面に。まるで、じゅわっ。そう。で、じわーって痛なってくるやんか。血とか出えへんやろ、なんか。そう。で、あれ長いのよ、あの痛み。痛さね。擦れる感じの痛さね。その、幅が広いから、面積広いから、うん、痛い時間長いやんか。長いな。そんなんにもビビらずにさ、果敢にキュッキュッキュッ。あ、やっぱすげえ。範囲広くて、うん、痛い時間長いって言った。うん。北海道ね。いや広くて、そう、まだ痛いってなるやん。そう、まだ帰りたくない。あ、降りたいの方の痛いね。痛い時間長いよ。範囲広くていいところ。北海道。フットサルっても北海道。何その言い名付け。アベマ見ました。見てないです。実況席にいたら、アベマで映ります。うん、聞いてて。聞いてた。だからちょっと見ようと思って。うん。あんま見えなかったんやけど。はい。やっぱなんかね、ちっちゃくおんねん、俺ら。ちっちゃくおんねんけど、うん、なんかね、情けねえな、なんかやっぱ。何がやねん。なんかね、情けねえ。やっぱね、伝わってんのよ。初めて見てます、みたいなのが。あー、なるほどね。そうそう、堂々と感染してる。そこにおるであろうやつじゃない感じがね、伝わってた。恥ずいね、ちっちゃいながらに。あのちっちゃさであんなに出てたってことは、アップで映ったらやばいって。
ハイタッチもあったしな。そうそう、ハイタッチ。バーン、ボール来て、俺がバーン取って、そのままボール回収する人にゴロゴロゴロ。こんな感じ、ほんまにぎこちなかったみたいな。スポーツ系も他行きたいな。スポーツはね、やっぱり、水泳とか俺唯一できるスポーツなんで。あ、水泳も行きたいね。なんか始球式みたいな感じで。泳ぐ試泳式みたいなのがでも。おはようございます。おはようございます。ナビスコさん。ごめんなさい。お疲れ様です。お疲れ様です。何しに来たんすか、ナビスコさん。違う違う違う。何しに来たんすかね。何しに来たんすか。他に何があんだよ。もう少しで、バトルライブの MC をします。はい、MC をします。なんで、あ、そうだね、水泳ね。試泳式。試泳式とかあるん？ないです。でもさ、俺を皮切りにできたらめっちゃすごない。で、試泳式ってな、何？わざと空振るみたいな。うん、そうね。プロの人。あるやろ？うん。だからま、横で泳いでもらって。え、負けてくれるやつがおるってこと？じゃ、体力そぐやん。アップみたいなんで軽く泳いでるから。野球はこの、なんか軽く素振りと一緒の一回やから、あれやってくれてるけど。どっちにしろアップみたいなんで軽く泳ぐから。いや、アップやってはるやろ。なんぼやってないねんか。そうなの？試泳式。俺だけ本気で泳いで。ほぉ。しかも投げやろ、その、素人やから。で、本人の耳に歓声が聞こえへんから。怖いやろ。盛り上がりにかけます。で盛り上がりにかけるというか、盛り上がってたら取って滑ってんちゃうかみたいな状態で早泳がない。いつもできひん泳ぎしてまうよ、多分。ぜひね、仕事くださいね、試泳式の。しゅんちゃんまだまだ物足りない。こう、飯食いながらさ。うん。喋ってた分さ、うん、細かい変なワードみたいなのが多かったやんか。細かい変なワードとはもうほんまになんてことない。板巻き出すに始まりさ、うん、小ボケみたいな、なんかそういう小ボケみたいなのがさ、うん、平で喋るってなった時に、うん、急激にやっぱなくなるような。いやけどやっぱ話の内容としては深いんじゃん。出てきてないで、こんなやっぱ多分飯食ってたら太鼓館の傷は北海道なんかいかへんもそんな話題にはあれがいいか悪いかと別としてね、その、うん、求められてんのかなっていうところですよ、やっぱり。もしかしたら、ああいう、ちまちましたボケで飯食ってることを見に来られてる方が、もしかしたらいるかもしれない。普通にじゃあ今からでいいから、ここに、絵で、ちょっとカツ丼のイラストだけ置いといてもらう。イラスト置いといて、うん、食べてるみたいにして見てもらいたいから、そうしようか。うん、俺思ってんけどさ、何ですか？なんかこうサムネ詐欺みたいなのあるやんか。サムネ釣って、みたいな。うん、あれって、堂々とやや詐欺じゃないなというか、俺らの動画、どの動画も今から飯食いますみたいな写真やけど、内容はいつも飯食ってないっていうのをもう堂々とずっとやったらマジ全然怒られへんのちゃうかなと思ってんの。いや単純にね、飯代がむっちゃかかんのよな。 YouTube 収益全飛びしてんじゃん。ちょうど飯代やね。まあ飯代はまあええや。一番はもっといろんな人と飯食いたいわやな。そうやな。でお前とずっと飯食うてんねん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。